これからは俺たちだけで母さんと同居する。だから帰省中はさっさと出て行け。そう言って私を追い出そうとしてきた兄夫婦。母も一緒になって私のことを邪魔者扱いしてきた。この家の家計を支えてきたのは一体誰だと思っているのだろうか。立場をわきまえろよ、覚悟しておけよ。心の中でそう叫んだ私は、ある計画を実行することにした。私の名前はのぞみ、30歳の在宅ワーカーだ。現在は実家にて父と母と暮らしている。私は大学を卒業して就職後に一人暮らしをしていたのだが、働いていた会社があまりにもブラックだったので、私は心を病んでしまった。そのため、私は4年ほど働いた後に会社を辞めて実家に戻った。1年ほどは失業手当をもらいながら過ごし、それから仕事を探し始めたのだが、なかなかいい企業が見つからなかった。そんな中、在宅でも仕事ができるフリーランスの働き方を知り、それから私は在宅での仕事を始めた。もともと理系の学部を出ていて、就職もエンジニアの会社でしたので、私はフリーランスのエンジニアとして働くことに。最初は簡単な仕事をたくさん受注して実績作りから始めた。小遣い程度の稼ぎしかなかったが、それでも家で働いてお金が入るという経験は貴重だった。企業で働かなくても、人とほとんど関わらなくても稼ぎを得ることができる。そう分かっただけでもかなり自信がついた。それから私はひたすら在宅での仕事を夢中になってやっていった。少しずつだが収入が上がっていき、1年ちょっとで一般企業の新卒の正社員の給料くらいは稼げるようになっていた。だが私が在宅で働いているというのを親はあまりよく理解していなかった。父にも母にもちゃんと説明をしていて、父はとりあえずは納得してくれていたのだが、考え方が古い母はよくわからないものは受け付けないようで、全然聞く耳を持ってはくれなかった。あんた、いつまでニートでいるつもりなの？最初は心を病んでて仕方ないって思ったけど、もう2年以上も経ってるのよ。いい加減働きに出てちょうだい。母はそうやって私をよく怒鳴りつけた。私は仕事をしているとその都度説明するのだが、母は全然理解してくれない。パソコンで遊んでるだけじゃない。仕事っていうのは働きに出ることなの。どうせつくなら、もっとマシな嘘をついてちょうだい。どうしたら母に分かってもらえるのだろうか。私はいろいろな方法で母に説明をした。業務の内容が書いていないクライアントからのメールを見せたり、ネットバンクに振り込まれている給与を見せたりもした。しかし母は、そんなもの信じられないと一蹴。変な商品とか宗教じゃないだろうね。違うって。どうしてそうなるのよ。ちゃんとお金も入ってるじゃない。それはどうせ失業手当だろう。それも永遠じゃないんだからね。母は何を言っても私の言うことを聞いてくれなかった。私は一人暮らしをすることを考えたが、まだそこまでお金が貯まっておらず、すぐに一人暮らしをすることができなかった。そんな中、父が足腰を悪くしてしまい、介護が必要な状態になってしまった。仕事も早期退職しなければならず、一気に収入がなくなってしまった。お父さん、大丈夫？ああ、のぞみか。心配をかけてしまってすまないな。まあ年金もあるし、ギリギリ暮らせるだろう。本当に？お母さんの浪費の仕方を見てたら、なかなか厳しいというか生活費を支払える様子はないけど。そうは言っても、貯金を崩しながらでも生活をしていくしかないだろう。父はかなり疲れた顔をしていた。おそらく、今後のことを不安に思っているのだろう。私は今までこの家で暮らしてきて、父の稼ぎのおかげで大学に行けたし、
そしてブラック企業で働いて心を病み実家に戻った時も、父の収入のおかげで生活をすることができた。このまま父を放って、家を出て一人暮らしをしていいのだろうか。母もいきなり父の介護が必要になって動揺している。私は家に留まって親に恩返しをすることに決めた。お父さん、これからは私が生活費を家に入れるから気にしないで。え？父は目を丸くしていた。そんなこと言っても、のぞみには家庭を支えられるほどの収入はないだろう。心配しないで、私今は結構稼いでるんだから。私はそう言って、父にネットバンクの口座の預金などを見せた。父は母と違って、以前説明した時もとりあえず理解を示してくれていたから、話は伝わると思った。え、のぞみ、こんなに稼いでいるのか。うん、気がついたらかなりの収入を得られるようになってたの。それはすごいな。だからお父さんには今までお世話になったし、私が代わりに生活費を支払うよ。ありがとう、のぞみ。本当に助かるよ。それから私は父の介護費用、この家の生活費などを負担するようになった。生活費に関しては、父の口座に私がお金を振り込むようにしていた。また母は父が親カードの家族カードを利用していたので、それを私が親カードのクレジットカードを作り、その子カードを新しく作って母に渡した。父は母に対して自分が働けなくなったため、できる限り節制を心がけてほしいと伝えていた。ええ。それなら望みを追い出せばいい話じゃない。望みは家にお金を入れてくれてるんだ。逆に望みを追い出したら、もっと生活が苦しくなるぞ。ええ。嘘でしょ。母は父がそうやって説明しても、信じようとしなかった。だが父に無理やり説得されて、私がこの家にいるのをしぶしぶ了承した。それから私は仕事をしながら、できる限り母の家事と介護の手伝いをした。私なりに親孝行をしているつもりだったが、母からしたらそんなことは当たり前らしい。あんたって本当に要領が悪いのね。もっと素早く家事を終わらせられないの。そんなこと言われても、仕事と並行してやってるから遅くなるのは仕方ないよ。私はあくまでもサポートだから。またそうやって変な嘘かい。まったく、いつまでそうやっておかしな発言を繰り返すのかね。私はもはや、母に理解してもらうことを諦めていた。父がちゃんと理解してくれているからそれでいい。そして私は一年ほどそのような暮らしを続けた。だが一年が経った頃、父が急病で倒れてしまい、入院することになってしまった。私は父のことが心配で毎日お見舞いに通った。お父さん調子はどう？おう、のぞみ来てくれてありがとう。なかなか調子は良くならないけど、これでのぞみに負担をかけずに済むから。よかったのかもしれないな。そんなこと言わないでよ。私はお父さんの介護は辛くなかったし。それでも、のぞみのことを理解してくれない母さんには困ってたろ。そう、それは、まあ。一年経って、私と母の間にできた溝はどんどん深くなっていた。父のために実家に住んでいたが、それもなかなか限界に感じていた。でも心配しないでよ。私がお父さんとお母さんの生活を支えるから。私はどれだけ母との関係が悪くても、できる限りは一緒にいようと思った。今まで母が私のために料理を作ってくれたり、学生の頃にお弁当を作ってくれたのは事実だったからだ。だがそんな私の思いを、一瞬にして打ち砕く出来事が起きた。マサト。やっと来てくれたのね。遅れてごめんよ、母さん。部屋の解約に時間がかかってな。
お母さん、お久しぶりです。ゆかさんも来てくれてありがとう。え、ちょっと、お兄ちゃんもお姉さんもどうしたの？私が慌てて二人のところに駆け寄ると、兄夫婦は冷たい目を私に向けてきた。今日から俺たちもこの家に住むんだよ。え？母さんが不安がってたんだ。父さんがいない状態で、お前と二人で暮らすのはきついって。そんな。私は母の方を見た。すると母は険しい顔をしながら視線をそらした。母さん、俺たちが来たからにはもう心配しなくていいから。私たちがのぞみさんをきっちり教育しますから。二人ともありがとう。のぞみ、いい加減ちゃんと働けよ。じゃないとこの家を追い出すからな。またそうやって私をニート扱いか。兄夫婦を召喚するなんて、母の勘違いはとうとうここまで来てしまったのか。私の兄は一流大学を出て大企業に就職をしていた。そのため年齢を考えるとそこそこ稼いでいるだろう。まあ自慢になってしまうが、私もかなり稼いでおり、収入で言ったら多分兄よりかなり上だ。でも兄の仕事なら、私がこの家にいなくても生活費を賄えるのではないだろうか。私はそう思った。それから、望んでもない兄夫婦と母との同居生活が始まった。ちょっと、のぞみさん、いつまで寝てるの？私の部屋をどんどんと叩く兄嫁。私起きてますけど。時刻は朝の8時だったが、私はとっくに起きていてすでに仕事を進めていた。朝早く起きて作業をする方がはかどるからだ。何よ、起きてるなら早く言いなさいよ。ほら早く朝ごはん作って。え、私がみんなの分のを作るんですか？朝ごはんなんてそれぞれが適当に食べていればいいだろう。私は在宅だし、母も兄嫁も専業主婦だから家にいるわけだし、会社に行く兄の分は嫁である兄嫁が作ればいいだろう。何甘えたこと言ってるのよ。当たり前でしょ。言ったでしょ、私がしっかりと教育するって。私はこのまま言い合っても無駄な気がしたので、朝食をパパッと作って出した。すると兄嫁と母と兄が私の作った朝食を見てため息をついた。こんなものを食べさせて俺に会社に行けって言うのか。本当にダメな人ね。こんなんじゃお嫁に行けないわよ。私が作ったのはスクランブルエッグにレタスサラダにバタートーストに焼いたウインナーを添えたプレート的な朝食だ。別に朝食としては悪くないと思うのだが、何がいけないのだろうか。じゃあ食べなくてもいいけど。私がそう言うと三人は目を見開いて怒った。なんだその態度は。ニートのくせに生意気よ。本当にこの子はどうしようもない子だね。朝食が終わったら床掃除に風呂掃除にトイレ掃除だよ。ちょっと待ってよ、私仕事があるんだから無理だよ。はあ、仕事。本当にお母さんの言う通りね。ニートのくせに何が仕事だ。お前はそんなくだらない嘘を突き通せると思ってるのか。これだから低学歴は困るな。兄も兄嫁も私の言うことを信じてはくれず、ひどい言葉を浴びせてきた。兄は昔から私のことを下に見ていた。だから母の言葉を鵜呑みにして、私を昔のようにバカにしているのだろう。それは別にどうでもいいのだが、このままだと私の仕事の時間が奪われてしまう。私は自分の部屋に行き、ノートパソコンをカバンに入れて家を出た。おい、どこ行くんだ。兄が叫ぶ声が聞こえたが、無視をして走って出て行った。そして父の病室に行った。どうしたんだ、のぞみ。息を切らして。私は父に事情を話した。
すると父は呆れ返っていた。そうか、母さんたちがそんなことを。のぞみ、すまなかった。もう気にせず家を出て行っていいぞ。え、でも。マサトが来てるんなら母さんも満足しているだろうし、そんな環境だったらのぞみは幸せになれないだろう。俺は子供たちどちらも幸せになってほしいと思ってる。だから親のことは気にせずに好きなように生きなさい。お前は十分に私と母さんのことを支えてくれたよ。お父さん、私は父の言葉で家を出ていく決心をした。そのまま父の病室で仕事をさせてもらった後、私は夕方頃に家に帰った。すると母と兄夫婦が鬼の形相で私を待ち構えていた。一体どこに行ってたんだ？あれ、お兄ちゃん仕事は？お前がそんなんだから休んだんだよ。え、そうなんだ。そんなことで仕事を休んだのか。無責任すぎやしないだろうか。私がそう考えていると、兄夫婦がこんなことを言ってきた。お前、もう出てけ。え？これからは俺たちだけで母さんと同居する。だから帰省中はさっさと出ていけ。あんたみたいな怠け者を養う義理なんて、私たちにはないのよ。そう言って私を追い出そうとしてきた兄夫婦。私ももう限界だよ。いつまで親のすねをかじってるつもりだい。お父さんが入院している大変な時だって言うのに。母も一緒になって私のことを邪魔者扱いしてきた。この家の家計を支えてきたのは一体誰だと思っているのだろうか。しかも父が入院している大変な時なのにと母は言っているが、普通にブランド品を月に1回は買っている。父に節制をしてくれと言われてるのに、本当にダメな親だ。私は一切私の言うことを聞いてくれずに、邪魔者扱いをしてくる母と兄夫婦にものすごく腹が立った。立場をわきまえろよ、覚悟しておけよ。心の中でそう叫んだ私は、ある計画を実行することにした。それはまず、母が使っているカードと紐付けている口座のお金を、別の口座に全額移動させることだ。その口座がゼロになれば、カードが使えなくなるので、きっと母は焦るだろう。そして生活費として父の口座に入れていたお金も、全部私の別の口座に移し替える。父の治療費に関しては、父が持っている別の口座から引かれるようにした。その口座は母には教えていないそうだ。これで母の生活費や浪費は全部兄夫婦が負担することになる。兄がどれだけ稼いでいるのか知らないが、きっと苦労することだろう。私はそれらの手続きをすべて終え、そして荷物をまとめた。じゃあ私、出ていくね。私がある日そうやって言うと、母と兄夫婦は驚いていた。あれだけ嫌味を言ったり罵倒しても、数日間私が家にいたから出ていかないと思っていたのだろう。だが私が出ていくとわかると、三人ともニヤニヤと笑っていた。やっと出ていく気になったか。本当に手間のかかる大きな子供だったわね。二度と戻ってくるんじゃないよ。帰ってきても絶対に家に入れないからね。最後まで私を罵倒してくる家族。もちろん帰ってこないよ。だからお母さんたちも絶対に私を頼ってこないでね。私がそう言うと、三人は爆笑していた。だが私が出て行ってからも笑っていられるかな。心の中で私は微笑みながら実家を出た。そして手頃な家賃のマンションを借りて、一人での生活を始めた。母がいないだけで、こんなにも静かで平和なのかと私は驚いた。仕事もすごくはかどるし、何よりも誰にも邪魔されずに好きなように時間を過ごせるから快適だ。そんな中、一ヶ月ほど経った頃に兄から電話がかかってきた。
そろそろだと思っていたので、私はニヤニヤしながら電話を取った。あれ？どうしたの？お兄ちゃんが私に連絡をしてくるなんて珍しいね。お前が生活費や母さんの娯楽費などを全部出していたって本当か？どうやら父に聞いたようだ。ええ、本当だけど、それがどうかした。どうして教えてくれなかったんだよ。私仕事をしてるってずっと話してたけど、聞く耳を持たなかったのはそっちじゃない。ニートだって決めつけてたじゃない。それは、母さんがそう言ってたから。じゃあ、私のせいじゃないよね。ふざけんな。母さんがクレカで50万も使ってたんだよ。しかも光熱費とか水道代とか、全部トウさんの口座に毎月入ってくるお金から出してたって聞いてたけど、1円も入ってないじゃないか。それも私がお金を入れてたけど、私が住まない以上別に必要ないから振り込まなくなったのよ。そんな。お前、今すぐ金を振り込め。はあ。何言ってるの？今まで通り金を振り込めよ。いやよ、私を頼ってこないでって言ったよね。あの時、大笑いしていたのはどこの誰？ぐ。それにお兄ちゃんって、大企業に勤めてるんだよね。だったら生活費くらいはなんとかなるんじゃないの？クビになったんだ。え、クビ？会社に大損失を与えるミスをしてクビになったんだよ。え、そうなんだ。それってもしかして実家に来る前のこと？それは。兄は黙り込んだ。きっと図星なのだろう。だから兄は家賃がかからない実家に転がり込んできたのだ。おそらくは父の年金や退職金などで生活ができると思い込んでいたのだろう。まあ、兄からしたら無職と言われている私が家に長い期間いるから、実家には潤沢な金があると思ったんだろうな。まさか蓋を開けてみれば、その無職の妹が生活を支えているだなんてびっくりしただろうな。そしてそれは兄嫁も母も同様だった。お願いよ。私たち貯金もないし生活していけないわ。のぞみお願い。お父さん今回のことで怒って、自分の入院費以外家にお金を入れないって言ってるの。これじゃあ、私たち全員飢え死にしちゃうわ。そんなこと知らないわよ。全員健康な体があるんだから働きなさいよ。甘ったれてるんじゃねえ。自分たちだけでなんとか生活していけばいいだろ。私がそのように怒鳴ると、彼らは電話越しに、ひっと怯えた声を出した。じゃあ私はもう電話を切るし、着信拒否にするから。家を出て行く時に言ったように、私のことを頼らないでちょうだい。じゃあね。その後、私は兄夫婦と母との縁を切った。父も母と離婚をする決意をして、弁護士を通して離婚を要求しているそうだ。そして父は入院先の病院を変えて、母たちとは会わないようにした。そのおかげで私は父の見舞いに行くことができている。風の噂では、兄夫婦と母は、父に実家を追い出された後に3人で狭いアパートに住みながら、借金を返すために全員がバイトをしているそうだ。だが母はずっと専業主婦だったから、おつぼねさんにこっぴどく叱られてすぐに辞め、兄は高学歴だったことのプライドから、年下の高卒にいろいろと指示をされるのが気に入らずに、すぐにバイトを辞めたらしい。そのため、兄嫁のバイト代に全員がぶら下がる状態になったそうなのだが、そんな状況に限界を感じて兄嫁はある日逃げ出したらしい。だから現在は、兄と母は二人で貧しい生活を送りながら、日雇いのバイトでなんとか食いつないでいるそうだ。しかし母の浪費癖が治っていないらしく、借金が増えていっているそうだ。このままだと、
二人とも借金が原因でどこかに飛ばされてしまうかもしれないだろうが、まあ私にはもう関係ない。私は相変わらず快適な部屋で仕事に打ち込んでいる。お金はどんどん貯まる一方なので、投資などにも挑戦して資産を増やしていこうと思う。そして父の見舞いに毎日行って、父の時間を大事にしていこうと思う。お前が買った高級車は親にプレゼントすることにしたから。え、何言ってるの。母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの。ああ、そうだよ。何を言われてももう買ったんだからな。もし逆らうなら離婚だ。え、離婚。その時、私の中でせき止めていた何かが崩れた。逆らうなら離婚。どの口が言ってんのよ。いいわよ、離婚で。私の名前はのぞみ、37歳の会社員だ。夫のまさとと7歳になったばかりの娘のゆかと3人で暮らしている。私と夫は共働きなので、生活には困っていないし、娘もすくすくと成長している。それなりに幸せな日々を過ごしているのだが、夫に対して不満がないわけではない。夫は自分の家庭よりも、自分の実家の人たちを大事にするタイプだった。もちろん家族思いなのはいいことだ。しかし娘よりも自分の親のことを優先することが多々あったので、私としては面白くない。それは娘が生まれる時ですらそうだった。私が陣痛がつらいと言って仕事中の夫に連絡した。もうすぐ生まれそうなので病院に来てほしいとお願いしたのだ。すると、ごめん。今ちょうど母さんが指をやけどしたって連絡が来たから実家寄ってくるわ。と発言。まさか妻の出産よりも母親のやけどの心配をするなんてありえないと思った。しかも義母のやけどは、ただ火をかけていた鍋を素手で触ってしまって、あちっとなっただけで、流水で冷やしたら何ともなかったらしい。そんなことで息子に連絡する義母も義母だし、慌てて駆けつける夫もどうかしてると思う。夫は真面目だし、私にも基本優しいのだが、こういったところは本当に困る。他にもこういったことはよくあった。娘の初めての誕生日があった日、それが義両親の旅行と重なってしまった。話では義両親から夫は車の運転を頼まれていたらしい。それで夫はまず義両親を車で送ることを優先。そして帰ってきて私と一緒に娘の誕生日を祝うこともせず、宿の部屋が追加1名行けたからと、義両親とそのまま泊まっていってしまったのだ。娘の初めての誕生日よりも、義両親との旅行を優先するなんてありえないと、夫に対しての不信感を抱いた。その後もこういったことはしょっちゅうあったのだが、簡単には離婚に振り切ることができなかった。やっぱり夫のことがまだ好きだったし、こんなにあっさりと娘から父親を奪っていいものかと気後れしたからだ。それに夫は自分の親を優先するだけで、娘に無関心というわけでもなかった。だからいずれは娘のことを優先してくれると信じていたのだ。しかし娘が生まれてから今年まで、夫は私と一緒に娘の誕生日を祝ったことは一度もない。娘ももう7歳だが、誕生日は2人だけで祝うものだと思い込んでいるようだ。私は娘に寂しい思いをさせないようにと、一度義両親も誘って娘の誕生日をお祝いをしようと思ったが、義両親はそちらに行くのはめんどくさいと断ってきた。確かに義実家からこの家に来るには車で2時間ほどかかる。だが夫はその距離を苦だと思わずにいつも義両親に会いに行っている。それなのにこっちに来るのがめんどくさいというのはわがまますぎる気がする。しかも義母に至っては本当に自分勝手で、私はそもそも男の子を産んでほしかったのよね、
と言ってきて、娘のことを全然可愛がってくれないのだ。私は長男を産んでと言ったのに、どうして私に逆らうのかしら。こんな言葉を言われた時は耳を疑った。性別を選ぶことなんてできないし、そもそも男の子を産むことがそんなに大事だとは思わない。別に夫の家は名家というわけでもない。義母が単純に古い考えの人で男の子にこだわっているだけなのだ。夫が娘の誕生日を私たちと一緒に祝わないのは、義母の機嫌を伺っていることもあるだろう。夫は何よりも義両親が大切という感じで、特に義母の言うことには逆らえないようだ。夫に連れられて義実家での正月の親戚の集まりに行った時は、これでもかというほどいろいろと言われた。義母は私のことをいびるのが生きがいにもなっているようで、男の子を産まないことだけじゃなく、他のことにもイチャモンをつけてきた。のぞみさんったら、どうしてこうもテキパキと動けないのかね。ほら、お酒が空いた人がいるよ。さっさとお酌をしないか。ここは遊郭か。ってくらいに私は義母にこき使われたし、義母は親戚たちの前で私を散々バカにしてきた。本当に息子はこんなに立派なのに嫁がダメでね。仕事だって地味な事務処理入力の仕事だってさ。よくもカタカタやり続けて飽きないわよね。私の仕事は事務処理ではなく、エンジニアだと何度も言っているのだが、義母は全く理解してくれない。それに事務処理だって立派な仕事だし、否定する意味もわからない。娘のことだって見えてるはずなのに無視をして、他の親戚の子たちにはお年玉をあげている。そしてそれを全く止めない夫にも腹が立つ。自分の娘が雑に扱われているのに、嫁がバカにされているのに、どうしてヘラヘラして義母の言うことに笑っているのか。しまいには、本当に嫁は俺がいないとダメだからな。と親戚の前で見栄というかカッコつける始末だ。娘から父親を奪いたくないと思って我慢していても、だんだんと夫への愛が薄れていく。そんな中、ある日、夫が珍しく私に頼み事をしてきた。実は買いたいものがあるんだよね。一体何？車なんだけど。え、車？私はびっくりした。夫は別に車とかに興味がある人ではなかったからだ。どうしたの？急に。いや、ちょっと気分を変えて新しくしようかなって思って。ほら、俺いつも実家に行くときに車を運転してるだろう。だから新しくしたいなって思って。私たちが住む場所はスーパーも近いし、私はそんなに運転をしない。車など興味がない私にとっては、あまり関心がないことなのって夫に任せようと思った。まあ、好きにすれば。あなたがメインに使っているわけだし。そう言われた夫は、嬉しそうな顔をした後に、少し申し訳なさそうに話を続けてきた。あのさ、ここから本題なんだけど、車は俺が選ぶから支払いをのぞみにお願いしたいんだけどいいかな。え、夫は自分用の車が欲しいが、自分で車を購入する余裕がないので、私に支払いをお願いしたいようだ。実際、私の給料で家の家計を支えており、夫の給料は期待していない。産休の時も、夫は自分の給料を家計に充てることはなかった。だから私は産後すぐに仕事を再開した。と言ってもエンジニアなので、会社と相談して自宅でリモートで作業できるようにして、娘が小さい頃は子育てをしながら働いていた。自分の給料を自分のこと中心に使っている夫が、新車の支払いまで私に負担させるのは、わがままだと思ったが、まあ夫の機嫌がいいと娘の相手をしてくれることが多いので、私は許可することにした。わかったわ、いいわよ。本当か、ありがとう。
車の購入が決まった夫はとても嬉しそうにカタログを見たりネットで調べていた。一応私はお金を払う立場なので一言釘を刺しておいた。私たち3人しか乗らないんだから別にそんなに大きな車でなくていいわよ。ああ、そうだな。私の言葉に夫は適当に相槌を打っていて、聞いてるのか聞いてないのかわからなかった。そして夫はちょくちょくカーショップに出向いてディーラーの人と話をしているらしい。それから2週間ほど経って、夫が車を購入すると言って私をお店へと連れて行った。ずっとウキウキしている夫。そして夫に言われるがままに一緒に席について待っていると、担当のディーラーがやってきた。ご購入ありがとうございます。こちらが車と契約書になります。そう言ってディーラーが用意した車を見て私は驚いた。なんとそれは大型の高級ミニバンだったのだ。え、ちょっと、これを購入するの？ああ、いいだろう。マジでテンション上がるよ。ちょっと待ってよ。全然私たちに必要ないと思うんだけど。将来のこと考えるとこれくらい大きい方がいいだろう。また子供が生まれるかもしれないしな。自分は悪くないと主張してくる夫だが、想像していた車とは全く違っていてびっくりした。だが仮にもう一人子供が生まれたとしても、4人家族には大きすぎる車だ。本気でこの車を買うの？私が何度もしつこく言うので、夫は不満そうな顔をした。なんだよ、しつこいな。ディーラーの方も困ってるだろう。任せるって言ったのはお前だろうが。そうだけど。じゃあいいだろう。これで決定な。夫はそう言って契約書にサインした。そしてディーラーの人が料金の説明を始める。私は額を聞いて驚いた。ちょっと、これは一括とかでは払えないわよ。ローンとか組んでよ。なんだよ、仕方ないな。夫は自分の名義での契約にこだわっていたので、ローンを組んで契約した。今後は夫の口座に私がお金を入れて車のローンの支払いを行うということになった。こうして車を購入した私たち。後日、希望通りの車が我が家にやってきた。おお、すごいな。めちゃくちゃかっこいい。車を見た夫は大はしゃぎしていた。まあ、夫が喜んでいるならいいか。そう思っていたのだが、このあと思いもよらない出来事が起きた。それは週末のある日のこと。夫が車の鍵を持っていたので、どこかに出かけるのかと思い声をかけた。あれ？どこ行くの？母さんたちのところだよ。ああ、そうなの。また娘を置いて義実家に遊びに行くのか。あの車に乗って行くんだね。すると夫は嬉しそうにまさかの発言をした。ああ、そうだよ。お前が買った高級車は親にプレゼントすることにしたから。え？何言ってるの？母さんも父さんもすごく喜んでるんだよ。もちろん遊びに行く際に俺も毎回乗るつもりだ。ちょっと待ってよ。最初からお母さんたちにプレゼントするつもりで買ったの？ああ、そうだよ。嘘でしょ。あなたが欲しいって言ったから購入を許可したのに。だからだよ。最初から親のために買うって言ったら絶対にお前は首を縦に振らないって思ったんだ。当たり前よ。そこまで自分の親を優先にするなんておかしいわよ。何を言われてももう買ったんだからな。名義も俺だし、俺が好きなようにするんだ。もし逆らうなら離婚だ。え、離婚？その時、私の中でせき止めていた何かが崩れた。夫に対しては不満があったが、娘のことを考えて理性が歯止めをかけていた。そして夫も自分の親を優先しているとはいえ、
私と娘という自分の家族のことも大事にしていると思っていた。だが夫は自分の親のためには私たちを簡単に切り捨ててもいいという発言をしたのだ。ありえない。逆らうなら離婚。どの口が言ってんのよ。困るのはそっちだって分からせてやるわ。いいわよ、離婚で。え？これ以上あなたに振り回されるのはごめんよ。さっさとママとパパのもとにお帰りなさい。親離れできないお坊ちゃん。私はあえて挑発するような言い方をした。すると作戦通り夫は顔を真っ赤にして怒り出した。はあ？お前、俺のことをバカにしてるだろ。上等だよ。それじゃあ今すぐ離婚しようじゃないか。離婚届取ってきてやるよ。夫は鼻息を荒くしながら役所へと行った。その隙に私は荷物をまとめ始めた。実家の両親にも電話して事情を説明し、迎えに来てもらうことに。娘にも荷物をまとめるように指示を出した。そうこうしているうちに夫が戻ってきた。持ってきたぞ。さっさとサインしろ。夫は役所で記入してきたようで、怒りからなのかものすごく濃い字でサインされていた。私は淡々と自分の箇所をサイン。じゃあこれは私が提出しておくから、さっさと行けば。言われなくても言ってくるよ。まったく本当に最低な嫁だな。ドタドタと足音を大きくしながら出て行った夫。どうしてこんな人との結婚生活をここまで続けてしまったのだろうか。こんなことなら早く別れればよかった。だが後悔してもしょうがない。別れられたことに感謝して、これからはシングルマザーとして頑張っていこう。夫が出て行った後、数十分後に私の両親が来た。三人で手分けしたので荷物はすぐにまとめ終わり、親の車に積んでとりあえず実家に帰った。その間に離婚届も提出し、私は無事に夫との離婚が成立した。ただの紙切れだが、提出して公式に夫婦じゃなくなったと実感すると急に心が軽くなった。それから私は娘と二人で住むための部屋を探すことに。夫と離婚して一週間ほど経った頃、私の実家にあの時、夫が購入した高級車が止まっているのを発見。ちょうどスーパーで買い物をしてきた帰りだったのだが、なんでここに来てるのかとすごく嫌な気分になった。私が娘と一緒に実家の中に入ると、今に元夫と元義両親の姿があった。母がこっちに気づいてきてくれて、娘を連れて別の部屋に行ってくれた。私が一人で居間に行くと、元夫が慌てた様子で私に話しかけた。おい、のぞみ。あの車の保険ってどうなってるんだ。激しく動揺した様子で質問してくる元夫。いきなり押しかけてきて何なの。そういうの困るんだけど。私が冷たく言うと元木両親が声を荒げた。私たちだってこんなとこに来たくないよ。どうにもならない事情があったから来たんじゃないか。なんで私が怒鳴られなければならないのか。声を荒げる元木両親に私の父が静かに怒った。だったらお帰りいただけますか。あなたたちはもう赤の他人なんですから、警察呼んで追い出したっていいんですよ。すると元木両親は怯えて黙り込んだ。なあ、のぞみ、教えてくれよ。どうなってるんだ。保険の支払いは。私はため息をつかざるを得なかった。あなた、契約の時のこと忘れたの？あなたが絶対に名義は自分がいいって言うから、あなた名義で購入してローンもあなたの名義で組んだんじゃないのよ。保険だって自分で払うしかないでしょ。私の言葉に元木実家の全員が顔面蒼白の状態。元夫は自分の見栄のために自ら損をする選択を取ってしまっていたのだ。まあ、
そもそも私はあの車は欲しいと思っていなかったので、元夫が自分の名義で購入するのが普通だし、支払いができないのも自業自得なのだが。そんな話を詳しく聞くと、どうやら元夫たちは高級車に舞い上がっていて、車の運転が荒くなっていたらしく、ガードレールに突っ込んでしまったらしい。そして正面の部分が思いっきり壊れてしまったんだとか。そういえば元夫たちが乗ってきた車は、私が帰ってきた時は正面がわからないように止めてあったので、ちゃんと見てなかった。つまり元夫たちは支払いを担当していた私に保険について聞きに来たというわけだ。この車はローン会社の所有であるので、すぐに直さなければならないだろうし、保険に入っていないのだから全額自己負担だ。しかもガードレールの弁償代もかかるだろう。高級車の修理費用なんて一体いくらになるのだろうか。相当高そうだ。結局元夫たちは車を返した上に多額の修理代を請求されることになったそうだ。元夫からはその後もやたらと復縁を迫るメールが来ていて、その中には自宅の家賃や光熱費も払えなくなり、義実家に戻ったことも書いてあった。だが今回のことで、運転をしていた元夫は元木両親から相当責められたらしく、現在は気まずくて家にいたくないのに、借金が多いから一人暮らしができないという状況らしい。元夫は今更になって娘に会いたいとしきりに言ってくる。そんなの都合が良すぎるし、絶対に会わせない。私は元夫のメールは無視し続け、もちろん娘と二人で暮らしている新居のことについても教えていない。唯一心配だったのは、娘が元夫がいないことを寂しがらないかという点だったが、思いのほか全く気にしていないようで、のびのびと楽しそうに過ごしている。これからも私は娘との生活を守るために、一生懸命働いていこうと思う。